事なんかよりお昼寝だ。立演イン。棒と人の情は時に衝突し、時に通じ合う。それぞれの利害を天秤にかけるのは。ぜひとも冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。じゃあ一体どこに。よっ、はっ、はっ。いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。
ら行くよ。よいしょ、よいしょ。瞬く間に。あ、やっ、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。誤算だ、リズムが乱れた。はあ、そりゃみんなを守るからね。ほっほっほっ、えいほっ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 へいほっ。じゃあおりゃ、急がないと。
メガリレー、また物騒なことが起きた。あっち見ろ、なんかすげえロックなものがあるみたいだぞ。今何を話そうとしたっけ。聞いたか、
っと。世界の真相とは一体何なんだろう。無駄な努力をやる。バーバラ、えい！
よっと、えい、はっはっと、よっはっ、えい、はっ、戦法を開く、権限性、よっと、諦めなさい、はっ、えい、さようなら。よいしょ、よいしょ。取るに足らないの？おい！
呼吸が整えばついていけるよ。バーバラ行くよ。よっと。無駄な努力をやめたら。さようなら。やあ。準備できたかな。やあ。よっ。さあ。と。えい。よっ。よいしょ。はい。無駄な努力をやめたら。
せん。よっ、そこだ。イカ包み叩く。油断ならぬ戦況だ。一片の悔いなし。命は永遠ではない。無理するな。私の負けだ。
無理するな。軍需品の調達が必要でしたらこちらのところでご協力ください。
心、弓、矢の三位一体を維持してこそ聖国を射ることができる。将軍様の永遠を実現する、それが私の願いだ。天狗の責務は山林を保護すること、九条家の使命は稲妻を守護すること、両者に違いはない。描きがたし、ロックの時間だぞ。まだ続きよ。
また一曲演奏するぜ。休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。勝利は目の…おお、なかなかの収穫だな。時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。あと少し。おお、いいものが釣れたな。それ。
よっ。雨降ってるな。コートが濡れないように気をつけねえと。ロックに欠かせないのが情熱だ。おい、ぼーっとしてないでさっさと動け。ほっ。
もっと熱くなれ。灰になってきたぜ。
ロックじゃねえか。
式ユニット。ヘイ。よかった。素材がたくさん。安全距離確認。6308式ユニット。シャドウの道は。宝箱の出現理由研究したいな。そや。は。安全距離確認。
の出現理由研究したいな。理由研究したいな。吸引テスト開始。安全距離確認。そや。
材料もこうして出てきたらな。安全距離確認。6308ユニット。はあ、それ。
悪くない宝だ。士気が上がるな。地味毛量をほふり、内外に精を澄み渡らせる。まずい、この後の工場を忘れてしまった。見たことない模様だから見てみる。雷戦、油断ならぬ戦況だ。姿を見せよ。天なる雷光、そこだ。補給が完了したら出発しよう。悪くない宝だ。士気が上がるな。
悪くない宝だ。士気が上がるな。補給が完了したら出発しよう。悪くない宝だ。士気が上がるな。将軍様の永遠を実現する。それが私の願いだ。やHuh!
この剣はわかるかい？衣へと琴の葉つづる筆先はわらべに帰り思うがままに。風の神を我らを導きたまえ。
儚い人生の中で一瞬の暇を得たというやつだ。この天気の中でどう観客を引きつけるか。そうだ、極限忍耐力ロック挑戦なんてやってみるのはどうだ。時に衝突。
この天気の中でどう観客を引きつけるか。そうだ、猛吹雪の極限忍耐力ロック挑戦なんてやってみるのはどうだ。収穫だ。光明して聞いたか？メガリレーのこと。メガリレー、また別そうなことが起きたの。
軍需品の調達が必要でしたらこちらのレポートにご記入ください。どこから？軍需品の調達が必要でしたらこちらのレポート。
ここに来てスープを飲め。助手がいる。ここに来てスープを飲め。考え死ぬぞ。
Thank you.